いのまた進むと8人のもんが私の、初めてもらってくださいは、関西テレビと BS 富士の共同制作により、関西テレビにて2019年10月25日から12月13日まで、金曜日の0時55分から1時25分に放送された、日本のテレビドラマ、全8話、モテない女性、もんナを題材とした、小説連載をめぐり、編集者と、 若手女流作家のコンビが取材で出会う8人のタイプの異なる、もう女と繰り広げるドタバタを1話完結で描いたコメディ。主演は本作が連続ドラマ初主演となる森田哲也で前話の脚本監修も務める。BS フジでは 4KHDR 版及びに、K 版が2020年1月20日から3月9日まで、月曜日の23時から23時30分に、 放送された。2018年12月に放送された、大阪環状線パート4一駅ごとのスマイル第8話の今宮駅、引きずり女は服を呼ぶに、森田がゲスト出演した際に、スタッフたちと意気投合し、本作の企画がスタート。森田は本作の企画段階から携わり、主演に加えて全8話の脚本監修を務め、 4人の脚本家が2話ずつ、脚本を担当する。関テレ本社の技術スタッフを中心として、4KHDR にて制作される。新人作家の明かり役は、本作がコメディドラマ初出演となるモデル、女優の岡崎さえが演じて、変顔を披露するなど新境地に挑戦。各話に登場するタイプの異なる、もう女たちはオーディションにて選出された、裏地布、未来。 東野綾香、富山恵里子、横内歩ゆ辻なぎ子、あぜたひとみの個性派女優が演じ、第8話、月下けも女の、も女役のミシークレットとされ、後日第7話中にて、岡崎演じる明かり自身であることが明かされた。撮影は8月下旬から約1ヶ月半にわたって、大阪、京都、兵庫、和歌山など、関西各地で行われ、10月3日に、大阪府内にて、 クランクアップした。西大阪出版に勤務する井ノ又進は、知財管理部から花形の文芸編集部へ移動となり、諸女作が大ヒットして人気急上昇中のカリスマ若手上流作家、あかりの編集担当となる。自作として SNS やインターネット上で話題となった一度も彼氏ができたことがなく、 男性が苦手な、モテない女性、モオンナを題材に小説を連載することとなった、あかりは自身が天真爛漫で友人も多く派手な生活を送る美女であることから、モオンナのことなんてわからないとして執筆を放棄。そんな、あかりのため、井の又は小説のネタになるようなモオンナたちを探し始める。あかりは、 猪俣と共に取材したも女たちを題材に順調に連載の執筆を続け、猪俣は彼女たちがも女になったトラウマを解消するものの、毎度振られ続ける。やがて明の父が猪俣がかつて編集担当を務め、猪俣を文芸編集部から知材管理部へと追いやった作家、白井は小五郎と判明。連載は最終回を迎え、明は自身が もう女だと打ち明け、自分が明かりの初恋相手であり、明かりのトラウマとなっていると失態のまたは、その解消に奔走する。ありがとうございます。